半田市鉄道資料館は愛知県半田市にある鉄道資料館である小樽市総合博物館の次に開設されている半田市鉄道資料館横で生体保存されている C112652012 年に新装された C11265 のナンバープレート1977年11月3日に開設 1971年3月27日、前年に、日本国有鉄道から貸し渡しを受けた、国鉄 C11 形状機機関車265号機、及び、竹豊線に関する鉄道資料を展示する、資料館として、半田市浜田町の旧半田市民ホールに隣接して、設置された。なお、C11265 は、 竹ケ予選最後の蒸気機関車牽引列車である SL サヨナラ列車を牽引した蒸気機関車である。2006年、旧ハンダ市民ホールの取り壊しに伴い、ハンダ市三幸町のハンダ駅北側に移転した。屋外には C11-265 を展示している。C11-265、C11-260 などと同じく、 蒸気ドームは標準型、砂箱は戦時型という変形器である。腕木式信号機、東成岩駅で実際に使用されていたもの3等、式信号機、高山本線で実際に使用されていた、モノタブレット樹木、タブレット樹木タブレット閉塞機一世記号、ヘッドマーク事前に申し込めば、開館日以外の特別見学、団体見学も可能。 愛知県半田市三ゆ町110-4ありがとうございます。